韓国の漫画。韓国の漫画は大韓民国で制作された漫画である。現代の韓国漫画は日本の漫画から大きな影響を受けており、その理由として日本漫画の影響を受けていた初期の漫画家たちが基盤を作ったことが関係しているとも言われる。ただしハングル、朝鮮語は左から横書きするため、韓国の漫画は欧米の書籍と同様に左開きである。中には、 右開きの本もある。漫画は日本の明治時代にコミックカートゥーンの日本語訳として漫画という言葉を北沢楽天や今泉一票が使用した和製看護が伝播したものであり、韓国ではこの漫画という漢字は韓国語読みで、ハングル表記ではアルファベット表記ではマンはマヌはマンファーと発音し、韓国の漫画だけでなく、 漫画全般を指す言葉として使われている。なお欧米など、韓国国外のアルファベット圏では、万和という場合は、韓国の漫画作品を指す。1883年10月30日、韓国最初の新聞、ハンスン・ジュンポーが発行され、他の新聞が後に続いた。これらには記事を解説する差し絵は載せられていたものの、漫画は掲載されていなかった。 1909年6月2日に発行された大韓民法市場において初めて総画が登場した。ソウル出身の係同盟、1884年から1933年あるいは1885年から1934年による総画と題され彼れらの規範画は主に当時の韓国知識人への風刺と民衆への啓蒙を主題としていた。 他人の真似と題された作品では、欧米の文化を上辺だけ模倣している、当時の知識人の姿が、フロックコート姿の猿としてギガ化されている。1910年の日韓併合により、大韓民法は廃刊となり、李道栄の総画は一年で終了したが、新聞などでは、このギガは100年以上の歴史を持つ韓国漫画の最初の作品と紹介されている。 日韓併合時の1924年に朝鮮日報に掲載されたノスヒョンの連載4コマ漫画愚か者の骨折依存において初めて朝鮮人作家の漫画で吹き出しが用いられた。1945年に日本が降伏し朝鮮半島はアメリカ合衆国とソビエト連邦の統治下に置かれた。日本で北工事の筆名で 漫画家として活躍していた、金流館、1912年から1998年は、朝鮮半島に帰国して、漫を描き続け、彼の古ブ三国史に登場する古ブは、韓国最初の人気漫画キャラクターとなった。金流館は1948年9月15日に、韓国初の漫画雑誌、漫画更新を創刊したが、この漫画誌は2号で廃刊となった。 しかし、翌1949年3月13日に、週刊漫画雑誌、漫画新報を創刊し、この雑誌は1年間続いた。同誌で連載していた主要な漫画家としては、金星館、金竜館、新東圏、キム・ウィファン、イヨンチョンがいる。しかしあくまでもこの頃の韓国の漫画は、出版社は零細で、買って読むよりは、 文房具店店などのの、先でで客寄せに使われる程度のもであった。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、韓国及び北朝鮮の漫画は、互いの陣営を非難するプロパガンダに使われた。プロパガンダ文書としての漫画は主に韓国側で制作された。金竜館の兵士、鳥取は韓国側の兵士の指揮行用に使われた。これらの作品は、 費用軽減のため粗悪な一枚の紙に印刷されていたことから、紙片漫画と呼ばれ、釜山で制作されていた。朝鮮戦争が停戦すると、1960年代半ばから、韓国で、マンファパン、漫画棒と呼ばれる貸本屋が流行した。これらの貸本屋では、漫画世界史等の作品が人気を博し、これをきっかけに、人気漫画史、アリラン、 等の多数の漫画誌が出版された。パク基準による長く複雑なストーリーを持つ200ページ程度の漫画単行本も発行された。1950年代終わりから1960年代初めにかけて韓国の漫画は多様化していった。当時支配的だったのは迷路漫画と呼ばれる大人向けの3から4ページのユーモア漫画であったが、この時期に 新しいジャンルの漫画が生まれた。猿、あずまさかボク・その道、チェ三六、チャンウンジュ・ラニより描き始められた。同時に1950年代は日本漫画が流入し、不法コピーが行われるようになった時代でもあった。その代表例が日本漫画の少年ケニアの不法コピー版、ジャングルの王子である。これは、普山の業者によって日本から持ち込まれ、 この漫画のコピー技術が、後の韓国の海賊版漫画の典型になったとも言われている。こうした海賊版漫画は、作者名が日本人名ではなく、韓国人あるいは不透明となっており、韓国では海賊版漫画と意識されずに読まれていた。1961年5月16日の僕、世紀による軍事ク出デター以降、韓国の漫画と漫画家には、 厳しい検閲が課せられ、貸本漫画の発行は合同出版社により行われるようになった。1966年に設立された合同出版社は韓国における漫画の出版と流通を独占し、規制の下で韓国漫画の質は低落していった。日本との国交断絶により、日本の海賊版漫画が検閲の対象外となって、痛め、 日本の海賊版漫画の流通に拍車をかけ、多くの日本漫画の海賊版が出回った時代でもある。70年代には、日本のマジンガー Z の影響を受けた、ロボットテコン V など SF 漫画が人気が出たり、キャンディキャンディ、ベルサイユのバラなどの海賊版が登場し、後の韓国の純情漫画に大きな影響を与えることとなる。1972年には、日刊スポーツ、市場で、 韓国最初の長編歴史漫画となる高橋久志の林巨星がある。林巨星は1928年から10年間に渡り子命好むが朝鮮日報で連載した歴史小説の漫画家であり、後に続く水子氏、三国氏、三遊記といった一群の劇画形式による大向け歴史漫画の先駆けとなった。また反響宣伝。 反北朝鮮宣伝、愛国教育を目的とした安保漫画も多く制作された。これらの作品は SF であっても主に北朝鮮、共産主義者、金日清、朝鮮人民軍などを倒す韓国人の主人公が描かれ北朝鮮側あるいは共産主義者側は悪魔や宇宙人、それらの区別に仕立て上げられていた作品が多かった。その他韓国軍の兵士生活を美化したものや、 韓国軍人の英雄団を題材にした作品もあった。1997年から同年に制定された青少年保護法により漫画が青少年に有害なものと指定されたことやアジア通貨危機の景気悪化が強い影響を及ぼした。漫画出版社や書店での取り扱いが著しく減少したため多くの漫画家が職を失い、 市場全体の縮小につながった。漫画雑誌を買わなくなった読者は貸本屋で済ますようになり、貸子本漫画が各出版社で相次いで刊行された。2000年代に入ると、インターネット上でページを縦にスクロールして読む、電子紙芝居のような趣向の Webtoon が登場し急速に普及する。当初は一部の漫画家から、一過性の流行に過ぎないと批判もあったが、次第に、 新たな漫画のスタイルとして定着していった。Webtoon は基本的に週1回の更新でフルカラーで描かれている。編集者はおらず、作者の裁量による自由な創作が可能で、サイトに投稿された読者の感想がアドバイスとなり、多様な創造性につながっている。給料は閲覧数に応じて支払われるが、雑誌連載の1、2程度となっており、アシスタントを雇うほどの余裕はない。 多くの漫画は無料で閲覧でき、一部有料のものもあるが、日本円で30円程度と価格も安。2008年にコリアハウスからウェブトゥーンを単行本にしたものが出版され好調な売り上げを記録した。2000年代になると、韓国政府による漫画産業が積極的に行われた。2006年に富川メディア振興院が設置され、韓国漫画産業の基地として、 活動を開始、それまで各国持ち回りで行われていた漫画ミットの本部を韓国に設置するなど漫画に関する国際文化交流の中心になるべくの制作が実施された。また、富川国際漫画祝祭バイコフを開催し、海外漫画家を招聘するなどの活動も行われている。評論家の山田五郎は、韓国の2008年度の文化振興予算は1169億。 で、日本の1018億円より多く、国家予算との比率では、日本の約7倍であり、自国市場がそれほど大きくない韓国は、コンテンツ産業活路を求め、国家的な規模で、韓国の漫画、アニメなどの商品も、宣伝と輸出を積極的に推し進めており、フランスで開催されたジャパンエキスポでは、韓国コンテンツ振興員がブースを出展して、 韓国の漫画はじめとした韓国文化を紹介し、物議を醸している様子を伝え、民間のイベントに、韓国は国ぐるみで参加している。あれだけ日本嫌いで、プライドの高い韓国政府がジャパンに乗っかってる。なりふり構わない文化輸出政策が行われている。日本が圧倒的優位だと思っていたら、家電製品がそうだったように、コンテンツ産業も韓国にイニシアチブを持っていかれ。 金ない時ぐし出版社とか民間のコンテンツ企業が海外市場対策に本腰を入れてイニシアチブを取れるように乗り出した方がいいと語った。2013年4月13日、韓国政府は旧日本軍の従軍慰安婦問題を取り上げた漫画を外国語で制作し国際社会に配布することを表明。慰安婦問題に関する教育、広報用の漫画を制作し、 アングレーム国際漫画祭にも出品する計画も明らかにした。同日、韓国女性家族部の張誠船長官は、ソウルの同部長者にアングレーム市の市長や、同国際漫画祭組織ディレクターを招待し、協力を要請した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。